どうも、特製スロースタート持ちトラブルです。ちなみに私の夢特性は、適応力にしとこうか。突然強い。突然強くなったソラブ。適応力、こだわりハチマキソラブをよろしくお願いします。というわけで今日も京都でランダム大魔王討伐やっていきましょう。ページを出します。4。よいしょ。よいしょ。最近ちょっと負けが続いてるので、ここエラーでちょっと一発勝ちが欲しいですね。ということで。早速ね、テンポよくいきましょう。いきますよー。ワン、ツー、スリー。また賢者の杖、天罰の杖。どうしよっかな。デスピか、これ。あ、デスピ、ありか。ありだな。はい、決めました。ということで、デスピサロでいきたいと思います。じゃあ今回はですね、デスピサロ、ね、赤目白目、倒していきましょうということで、早速、行ってみましょう。レッツゴー。はい、というわけで装備紹介でーす。こちら、天罰の杖、そして、セイド。さらに、複合セラフィムと、装備がね、なんかガチです。装備がね、ガチなんですよね。で、ドラッキー、イーブルフライト。両脇はちょっとなんかよくわかんない。なんかアンダー20秒感じますね。うん、勝てっか、これ、ほんとに。今回、天罰の杖には、祝福の杖をスキャンしています。天罰はね、呪文が使えないので、呪文が弱くなるっていうデメリット効果の、まあ、祝福スキャンが、全くもってデメリットが働かないわけですね。なんで、無条件で HP150 もらえる最強のマジックダイブスキャンと化しました。さすが祝福。さあ、デスピだよ。今回、奥義スキャンしてるので、まあ、生存メインで行きましょうか。耐久命。この企画やってて一番怖いのってね、つばぜり合いを、もう技間違えまくったわ。技間違えまくったわ、今。でもこれは合ってるんだけど、絶対天罰の方が強いな、これ。押すの、遅かった、今。ああ、今、強くねえな。超音波。うん、超音波はいいね。強いね。普通に。で、技選びも間違えましたと。奪うつもりだ!弱えー弱えー、これ誰行くの?ドラッキーか。さすがに。さすドラか。避けましょう。おお。あかんあかん。えぐいえぐいえぐい。えぐい。えぐいっす。これ大丈夫かな?これ大丈夫かこれ。あ、よかったー。バンバン、ハンハン、ハンハン、ハン、オッケー。まあ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 、いけるいける。今日のプロテインパウ、プロテインバーが俺に力を与えてくれた。よーし。アイアムはフィジカルモンスター。しゃ。どっち?オッケー。いいね。偉いね。しっかり、イオラを選んでくれております。しかし弱いです。しかしながら、まあ弱い。まあ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 、こればっかしは。しゃあないわ。で、まあ、5ターン目に、まあ、特技確定ターンがあるので、それまで耐えさえすれば、ナイス!最高!いいよね、この、会心の一撃発生時のエフェクトの重みからさ、もう、会心の一撃感が伝わってきていいわ。スコ。スコスコのスコです。なぁ?なぁ?オッケー、デスカードオッケー。ならまあ、ほぼほぼ勝ちかな、これ。こっから、うん、負けることはないと思う。マヒャドだから次飛んでくるのが。で、マヒャドは、こいつら結構
硬いので、暗黒呪文も硬いし、イーヴィルハイに至っては氷も耐性あるから、まあほぼ食らわんでしょ。なんなら、保険の光の玉とかでも全然いいぐらいなんだけど、どっちいいですかどうか。もう玉にしようかな。耐えるから。これ玉で安定ですかね。まあ、弾使わなくても溜まるとは思うんだけど、弾だけに。とりあえず、ちょっと怖いんで使っていきましょうか。ういえ。天罰なぁ。モーションすごい好きなのに、効果が弱いせいで使おうって気にならねえんだよな。いや、これいや、使わんでええわ。多分いけるわ。SP なしで余裕でした。うん。まあ、白目だからな。赤目じゃないからな。俺、赤目になると一気に、多分きつくなるから。だって赤目だね、火力足りてないもんね、多分ね。さあ、よけろん。いや、よけねえ。全然よけ、あ、徳を今あれか。積んでるのか。あれだよね。あの、次避けれるようにするためのね。ああ、大事ね。そういうのね。うん。そう。別にここ避けてもね、避けなくても勝ちには関係ないからな。どちらかというと次の方が大事だからね。そういう心出し大事ね。うん。ありがとう。ちょ、ドラッキー、ちょ、助かるわ。避けるか確信も得られていないというのに。いや、きっと避けてくれることでしょう。私は信じております。そういえば、あんまりこの方のとどめ見たことなかったなと思って。うん。あんま見たことない。うん。あの、見たことないがゆえに、あの、あれが出てこない。話題が出てこない。でもこれ、あの、モーションすごい好きですよ。いいですよね、これね。先行劣化剣。100じゃないんだよね。足じゃないんだよ。拳なんだよね。うわ、えぐ。こんな感じなんだ。すげえ、デスピサロが放つ暗黒雷鳴剣よりも被害が出てるのえぐいな。これ火力足りるんですかね。素朴な疑問。これ火力足りるんですかね。大丈夫かな。まあさっきに比べてイオラは通りが良くなるから、イオラとまあ呪縛あのイカズチでまあちょっと打点稼いで、ドラキンには会心をお祈りするっていう形がまあ一番いいのかな。ちょっと頑張りましょう。デスピには勝ちたいよ。さあかうんうん、あそうか、そうやん。これさ、お前噛みつけないやん。ドルマやん。俺、ドルマの方が強かったりする人だよ。ちょっと待って。ドルマ。俺、ドルマの方が強いかもしれん。弱い。いや、思ったより弱いな。思ったより弱いな。あー、やばいかもな。イオラ300入ったら熱いけど、それ、ちょっと余計入れます、それ。それ余計入れますね。ピロン。マジで？みんな回避あるやん、今回。あー、マジか。もうきついな。イオラが、どんくらい入る？あ、オッケーオッケー。ならまだまだいけるわ。まだ希望あるわ。オッケー。じゃあ、まずここ頑張ろう。イオラ360はでかいな。これ、超大事だな。てん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 。てん、うん、さっきよりかわいい。さっきよりかは A。 やぶねえ。ちょっと思ったより今日体が動いてないのかもしれない。ドルマ OK、 よし。これね、結構入るんじゃないの。250は入ると見たよ。 OKOKOK、 さっきより強いな。いやー、お前それはダメだよ。それはダメですよ、あなた。それはダメだよ。やっちゃったね。いやー、ここ大事だったな。
まあでもイオラがとりあえずダメージ入るから極力イオラで押していこう。あと凍てつく波動がどんくらい引けるかだな、マジで。まあいらん、大事だな。凍てつく波動引けるかどうかマジ大事だな。いやよけいや、よけろよ。お前 25% ぐらいあるやんかい。おー、マジかよ。全然よけねえ。あー、ここはねー、まあもう、まずここ、勝ち目がないので、いてはしかないと。まあ、うん。だから、このターンで止めさせないから、もう見るしかない。ここ 50% にかけよう。50% 次第ではまだワンチャンある。はい。オッケー、よしよしよし。拾ったぞ。これワンチャンあるな。あぶねえ。よし、ここ 50% 開けたのガチ偉い。神ですね。放つ。必中ドルマ熱い。必中イオラも熱いね。熱いよ。これちょっとずらすか。オッケー、見た目回収して。ここ風マンですね。オッケー。で、ここは特技確定なので、このターンは風間を防げば耐える。から、あとは、3850。切ってくれれば勝ちですかね。どれまでいいよ。おし、これはいったべ。これはいったろ。これはおもろだろ。さすがにいったと思うよ。さあ。一撃上、よーつ。ちょっと待ってね。93? 93? オッケー。これ、あれね。防げるね。しっかり。よーし。本当に避けねえな、お前ら。本当に避けねえな、お前ら。いやー、わかった。よーし。いや、これ、イオラだね。イオラが効いたわ。よかったー。久々の勝ちやで。まあ、これもね、あんまりね、意図的にスキャンしないと見ることがない、とどめの印象だと思いますけども。続いてクリフトさんでございます。この人のとどめ好きなんだよね。ザラキを唱えた。しかし、かかった。ザラキを唱え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 た。許さん。ザラキーもしない。このメッセージウィンドウをね、踏み潰すスタイルね。めたくていいですね。即死のザラキーバッポーン。よかったね。ちゃんと聞いたよ。お前のザラキーマ。俺ザラキーマ本編で見たことないんだけど、どんくらい強いのかな。いやー、ちょっと最初はどうなるかと思ったけど、意外となんとかなりましたね。これ4ターン目の凍てつく波動が、マジででかかった。まあ、そもそも避けてくれればもうちょっと楽な展開だったと思うんだけど。まあ、終わり良ければ、すべてよしですよ。ということで、今日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。ライアン。ライアン。尿立ちしとら。腕組んでるわ。